こんにちは、のりたろうです。今回は2023年の10月14日に行われますモナコのガドリーオークションのプレビュー動画になりますが、こちらはすでに石山さんとかアンティークコインマニアの渡辺さんが注目コインについて発信されておりまして、まあ、それぞれの視点で注目コインの動画を発信されてますので、まあ、ぜひそちらも見ていただきたいんですが、もちろん石山さんや渡辺さんのところにもモナコガドリーオークションさんからアプローチがあったと思うんですが、私のところにもお話をいただきまして、まあ、ガドリーさんの日本市場への参入の意気込みっていうのを感じましたので、私もそれに協力できればということなのですが、全く同じプレビュー動画をしても意味がないので、今回の動画はこのガドリーオークションの、まあ、希少なコインがいっぱい出てるんですけど、そちらの注目コインの直近の相場価格とかそういったところを見ながら、いくらぐらいになるのかなというところを見てみたいと思います。もし入札される方は、一つの参考資料になるかと思います。あとは入札とか現在の入札状況の確認っていうのはビッターというサイトで入れますので、そちらのリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。また最後にですね、このここに置いてありますガドリーオークションさんのこういった裏面もですね、綺麗なコインのこういった大迫力の画像がいっぱいで、今回のコインが載っているカタログですね、こちらを5名様にプレゼントしたいと思いますので、この動画の最後に応募方法をお知らせしますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。あとはまた動画の途中にこのプレゼント企画のキーワードというのを挟みますので、そちらを明記してご応募していただくということになります。まずですね、このオークションのコインのラインナップはですね、やはりモナコという、土地がどこにあるか、まあ、こういったところが深く関係しているというところで、まずモナコ公国、世界で2番目に小さいと言われているモナコ公国について、場所をちょっとおさらいしたいと思います。場所はですね、世界地図で見るともう引きの状態では全く分からず、こう寄ってもですね点ってなってるんですけど、まあ、このフランスとイタリアの国境付近にある小さな国ですね。ここの国が、モナコ公国になります。で、まあ公用語がフランスでして、まあ、このガイドもフランス語で書かれております。ですので、まあ、フランスに非常に近い。ただ歴史的にはローマ帝国ですねの時代があり、まあ、イタリアの時代もあってフランスの時代もあってということで、ナポレオンの遠征に巻き込まれたり、まあ、そういったところで、やはりフランス、イタリア、古代コイン、まあ、これがラインナップの中心になってきているかと。まあただヨーロッパですので、欧州のコインも多くあり、アジアのコインも入っているというようなオークションのラインナップになっています。でまずは、早速先ほどのローマ帝国時代の古代コイン、非常にレアなコインが、あります。でシラクサのデカドラクマ銀貨 NGC チョイス AU 5分の4/5分の4ファインスタイルということで、こちらのデカドラクマ銀貨自体が非常に、まあ以前は少し数もあったみたいなんですが、もうなかなかオークションでお目見えしないものになっています。でこちらは、直近の履歴を探しますと2022年の8月のヘリテージオークションで、傷なんかを見ると今回と多分同じコインなんですが、落札額がバイアーズプレミアム込みで5万2800ドルということで、
バイアズプレミアムプラス手数料とかを、かけると今の為替レート149円で881万1000円という額になります。そちらが今回、約1年経ってどれぐらい上がっているかというのが見れると。これ、おそらく全く同じコインなので、どれぐらい上がったかが、分かるかなと思います。で、チョイス AU というグレードはこのデカドラクマでいうと、スターとかプラスを除けばセカンドグレード、純最高鑑定 MS っていうのが2枚ありますが、これはもうお宝級は博物館級のものかなと思います。そして古代コイン、次参りましょう。これがですね、ちょっと読み方が難しいんですけど、タウリック・ケルソネス・ケルソネソス・パンティカ・パウエム ステーター金貨340から325年頃のチョイス XF スターで5分の5、5分の4ファインスタイルということで、これがですね、やはり、チョイスで XF で、少し低いグレードなんですが、スターがついて打刻とかの状態もですね、5分の5、5分の4ということで非常に良い、真ん中にこう打刻されていると。あとはファインスタイルもついているということで、チョイス XF でちょっと低いながらもかなりいい状態のコインということになります。で、こちらの直近のデータとしては2023年の8月のヘリテージオークションで、これがですね、 MS グレードで5分の4、5分の5ファインスタイルっていうのが出てたんですが、さっきのは XF です。で、今回、直近で調べたのは MS なんですけど、スターがついてないというところで、一応これ参考にしますと、12万ドルでバイアーズプレミアムがついて落ちていますので、2500万ということになります。で、今回のコインは、先ほども言いましたけど、スターとファインスタイルが同時についているという、非常に珍しいコインなので、チョイス XF ではありますが、MS ほどこれは抜かないと思うんですけど、それぐらいの価値があってもおかしくない一品かなと思います。こちらのガドリーオークションの表紙にもですね、一つ大きく載っている注目コインになります。さあ、続きまして、こちらも古代コイン続きます。クレオパトラが表面で、裏面がマルクス・アントニウスのテトラドラクマ銀貨で、こちらは未鑑定のものになりますが、コインの評価の欄に洗練された仕上がりの2つの美しいポートレートと評されてますので、こちらは見た目にも美しいですが、鑑定に出しても高評価がつくのではないかと思われるコインになります。打刻もですね、どちらも、ほぼ真ん中にこう打刻されていて、で、表面の状態も結構綺麗で、洗練された仕上がりって、ついてますので、もしかしたらスターとかファインスタイルっていうのがつくかもしれないというような、だいぶ評価の高いコインになります。で、こちらは2023年の9月のクラシカルヌーミスマティックグループオークションというところで、今回のガドリーオークションよりも状態がちょっと悪そうな未鑑定コインが出ておりまして、そちらは2万7500ドルで、一応いろいろ手数料入れて、570万ぐらいで落札されていました。で、こちらのコインは、やはりあまり裏面のですね、マルクス・アントニウスの肖像も真ん中からずれてまして、あとは表面も結構酸化とか劣化が進んでいるために、古代コインの評価としてはそれほど高くないコインかなと思われますので、今回はこれをどれぐらい超えてくるかっていうところになります。最低価格が570万からっていうところかなと思います。ということで、モナコはもともとローマ帝国だっただけあって、レアな古代コインっていうのがいっぱい
ありましたということで、プレゼント企画のキーワードを発表したいと思います。キーワードはローマ帝国ということにしましょうということで、動画の最後に応募方法を発表しますので、そちらにキーワードでローマ帝国と書いてご応募いただけたらと思います。ということで次に参りましょう。今度はですね、アジアのコインもありまして、カンボジアのコインです。ノロドム一世、1860年から1904年ということで、ヨンフランパタン金貨というものの市中貨になります。で、 MS65 でトップポップということで、やはり市中貨のトップポップということで、カンボジアのコインでもこちらはすごいんじゃないかなと思います。で、もちろん同じグレードというのはなかなか履歴なかったんですけど、2021年2年前ですねの4月のスタックスバウアーで、同じノロドム1世の4フランパターン金貨の AU58 グレードが出ていまして、こちらが、$22,000で手数料、あと149円のレートを入れると458万ということで、 AU58 グレードで、458万ですので、これが今回はトップポップの MS65 ということで、スタート価格がもうすでに、25,000ユーロということで、 1ユーロが今158円で計算すると、395万円スタートとなります。で、なかなかこのレアコインなので履歴がないんで難しいんですが、まあ、軽く先ほどの458万円は超えて、どこまでいくかっていうのが見物なコインになります。続いてはまたアジアで中国のコインになります。1994年のユニコーン500元金貨で PF68 ウルトラカメオということで、こちらは最高鑑定ではないんですが、直近のヘリテージオークションでは2019年が直近になるんですが、2019年で$21,600ということで、手数料と込みで360万円という価格がついてたんですが、スタート価格が2万ユーロということで、158円で計算すると316万円になっています。こちらが、2019年で360万円だったコインが、やっぱり一時期中国コインが爆上がりしたっていうのがここ最近の話ですので、どこまで上がっているかというところが注目になるかなと思います。で、続きまして、こちらの画像、裏も表もゴージャスなフランスの金貨、フィリッペ6世クロンドール金貨 NGCMS63 ということで、こちらはですね、2022年の6月の MDC オークションで今回と同じ63グレードのものが出ていまして、$53,000ということで、5万3000ユーロですねということで、こちらは1170万円になっており、これもどれぐらい上がるかが注目のコインかなと思います。非常に、綺麗なフランスのコインになります。続きまして、またフランスのコインになります。1640年フランスルイ13世の4ルイドール金貨 NGCXF45 ということですが、レア度ですね、 R5 っていうことで非常にレアなコインになります。レアコインになるとですね、相場を調べるのが非常に難しくなるんですが、こちらは2021年まで遡ります。2021年の3月のヘリテージオークションで AU ディテールズ、もうディテールズの評価があったものが、$144,000ということで、2400万円で落札されております。
ということで、今回はその XF45 という鑑定結果ですので、ディテールスじゃないというものが、ただディテールズのものは AU ディテールズなんで、まあ綺麗は綺麗、ただディテールズというものと XF45 どっちが上かっていうのもなかなか難しいんですが、ディテールズがついていないというところで、やはりこちらが上かなと思います。でスタート価格が、7万ユーロということで1100万円スタートってなっておりますので、これをどれだけ上回るかっていうのが、楽しみなところですね。先ほどの AU ディテールズが2400万ですので、超えてくるんじゃないかなというところです。で続いてもフランスということで、フランスコインですが、今度はメダルになります。1775年のフランスベンジャミン・デュビビエゴールドメダル MS61 トップポップということで、メダルはですね、なんといっても綺麗ですね。彫刻が深いので非常に綺麗なものの大型のものになります。こちらもレアなものなので、2018年の OGN ヌーミスマティックオークションで未鑑定のものが24,000ユーロですね。でこちらは日本円にすると530万円なってまして、で今回のものは未鑑定ではなくて鑑定済みで MS61 トップポップということで、スタート価格が158万円なんですが、控えめなんですけど、おそらく530万円は超えていくらになるかなというのが楽しみなコインかなと思います。で続いてイギリスコインもレアなものが結構ありましたのでご紹介したいと思います。続いて1461年、イギリスエドワード4世ノーブル金貨ファーストレイン、NGCMS63 ということで、こちらは、通常ですね、エドワード4世のノーブル金貨を検索すると、こういう感じの真ん中にですね、バラの紋章があるライトタイプというのがよく出回ってるんですが、こちらがバラの紋章があるのでローズノーブルと書いてあるものが、少し枚数が多いものになるんですけど、今回のエドワード4世のノーブル金貨はヘビータイプということで非常に珍しいレアコインになります。こちらは履歴が本当に少なくて、なかなか追えないんですけど、2022年5月の、シンコナ AG オークションで、今回のコインより一つ上のグレードの MS64 というのが49,756ドルということで、約1000万円で落札されており、だいたいこれぐらいの値段が上限になってくるのかなというところになります。続いて、イギリスコインといえばですね、おなじみのコインも出ておりまして、ゴチッククラウン銀貨も出ますが、片方は未鑑定なので、ちょっと相場が分かりづらい。で見た目少し黒いのであまり上がらないのかなと思うんですが、もう片方の方ですねが PF63 なので、こちら参考までに今年2023年の平均価格、先日の動画でも出しましたけど447万5000円ということになりますので、多分平均価格なのでどんどんこう上がってきてますので、440万円をどれぐらい上回っていくかというのが見ものになるかなと思います。でこれ最後ですね、インドといえばインディアンモハール金貨ということで、こちらもですねホックスフェイスタイプのものは未鑑定なので何とも言えないんですけど、こちら写真を見ると状態良さそうなんですが、評価のところを見るとですね、軽い古いクリーニングがあると、それ以外は素晴らしいとなっているので、もしかしたら綺麗ですけどディテールズになるのかもしれないという、若干怪しいコインになります。
ただ私が見てるとだいぶ傷ついたものもしっかり鑑定結果が出てるので、ディテール図にはならないのかもしれないんですけど、軽い古いクリーニングっていう記載があるコインになります。で、鑑定済みのものは通常肖像のプレーン4ということで、通常のおなじみのよくある肖像の NGC-MS62 なんですけど、プラスということで、この62プラスっていうのがですね、かなりレアなグレードになるので相場が出てこないんですが、この一つ上の63グレードで今年の平均の相場が、475万2000円ということなので、475万円は超えないかなというところなんですが、やはりあのプラス鑑定っていうのが人気がありますので、まあ、それを上限に落札されるのかもしれないと、もしかしたら超えてくるかもしれないというところが少し見ものかなと思います。ということで、今回の素晴らしいレアなコインがたくさん載っている冊子をですね、5名様にプレゼントしたいと思います。で、動画の最後になりましたので応募方法をお知らせしたいと思います。で、動画の途中で発表したキーワードを明記して、概要欄にリンクのある私のオンラインショップのお問い合わせはこちらというところから、ガドリーオークションさんのパンフレットが欲しいということでメッセージをご送信くだされば、まあ、先着で、5名様にこちらのものを無料で配布したいと思います。送料もこちら持ちで、郵送しますので、ぜひ応募してください。あと、キーワードを飛ばしてしまったという方は、古代コインのクレオパトラの紹介の後に発表してますので、ぜひそちらに戻ってチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またいつも動画をご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。ということで、それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors.